はい、こんにちは、ピカーですかね。ポルチェ乗ってます。ニュールですね。ちょっとね、ここで新しい絵も、横からの絵もね、入れておきました。で、今日ね、これでポルシェでニュールをね、ドライブしながら、ちょっとね、みんなに聞いてもらいたい、もう愚痴みたいになっちゃうかもしれないけど、話があって、おとといね、ちょっとまあ俺の言い方も良くなかったのかもしれない、サムネも良くなかったのかもしれないけど、今ね、GPU がめっちゃ高いじゃん。それ本当にね、良くないなって思ってるわけ。やっぱりゲームする仲間がね、増えないし、で、その、ね、現状をね、どういう風に打破しようかってことを考えたときに、そう、原因がね、そう、暗号通貨のマイニングなんですよ、それがね。なんでそうなってるかっていうと、暗号通貨のマイニングっていうのは、このね、ゲームやるときに使うグラフィックボードを使って発掘っていうね、マイニングっていう作業をすると暗号通貨がもらえるっていうね、そういうこう仕組みになってるんですよ。で、それがね、どういうことなのかっていうと、で、それどういうことなのかを説明した動画になってるんだけど、それをね、解決するためにはどうしたらいいのかなって、まあ、思ったんだよね。みんなにね、こうマイニングしてもらって、みんなでマイニングするとね、その現象が緩和されるんですよ。まあ、つまりゲーミング PC 持ってる人たちが全員ね、全員みんなでね、一斉にっていうか、まあまあ、マイニングをね、始めたら、その現象がね、こうなんていうのかな、暗号通貨が枯渇し始めるんですよ。で、どんどんね、こうみんなが儲けられなくなるっていうね、そういう構造に暗号通貨自体がね、なってるんですよ。おお、重い、理由は。だから、みんなでマイニングすれば、簡単に言えばみんなでマイニングしたら、GPU が安くなるんですよ。また元の値段に戻るんですよ。つまりみんなでマイニングしたら、もう買ってまでマイニングしても意味ねえやってなっちゃうわけ。まあ、それがね、狙いだったんだよね。俺が本来やりたい、そのね、動画を作った動機っていうのは、みんな儲けてね、しかもそれみんながね、分け前があるから、どんな CPU、GPU を持ってる人でも、もう多少なりとも絶対ね、儲かるんだよ。それはもう間違いなくそうなの。儲かるから GPU が枯渇して値段が上がるわけ。いや、儲かんなかったら、誰しもみんながね、儲かんなかったら、そんなね、値段上がんないから。で、今のね、この異常な値上がりっていうのは、異常に儲かるから異常に値上がってるわけ。だから、すでにもうみんなね、ゲーミング PC 持ってるでしょ。で、だからそれでやろうっていう話なのよ。なのにね、なんかわかんないけど、そのコメント欄に、すごいね、なんか俺みたいにね、いろんなグラフィックボード持ってないととか、高いグラフィックボード持ってないと、どうせもう俺たちなんか儲けらんないよ、そんなしょぼいグラフィックカードじゃ儲けらんないよって。いや、そうじゃねえって、もうよく話をね、聞いてほしいんだよね。どんなグラフィックカードでも儲けられるって話をしてるのね。もちろんね、グラフィックカードがしょぼければ、いや、儲けはね、少なくなるんですけど、だけど、必ずね、利益は出る。今の状況だと。利益が出るからこそ、グラフィックボードは枯渇して、グラフィックボードの値段が上がってるってことなんだよ。だから今持ってる人たちがどんな CPU でも GPU でもいいからやれば利益出るし、どんどんそのね、難易度が上がっていくわけね。ディフィカルティって言って、暗号通貨をマイニングするときにみんながやればやるほど、どん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 こう難しさが上がっていって、
暗号通貨が掘れなくなるわけ。だから掘れなくなるとおのずと GPU の値段が落ちるっていうね、そういう仕組み。だからみんなでね、掘ろうっていう話をしてるわけ。でもね、その話をしてもみんな掘らないじゃん。だから儲かるよって話を前面に押し出した動画に、まあ、しちゃったのがいけなかったのかもしれないけど、ね、いやなかなかね難しいよね、伝えるっていうことは。いやだからもうちょっとこうなんかこっち向きで、ゲーム配信者の人がね、そのマイニングを進めるっていうのがおかしいみたいなね。いやいや、そのなんかまた高騰するみたいなね、それを高騰させるじゃないかみたいな。違うんだよね。だからでもよく聞いてほしいんだよね、俺の言ってることよく聞いてほしい。もう分かりづらいんだけど、確かにそうじゃなくて、みんなでマイニングしたらね、GPU が安くなるんだよっていう。だから誰も買ってやれなんて言ってないんだよね。今ゲーミング PC を持ってる人がやれば儲かるよってことなんだよ。どうせだって持ってるんだからさ、やらなきゃ損っていうところもあると思うんだよね。でやればやるほどね、難しくなって、ちょうどみんなが儲けられなくなった頃にはね、儲けられなくなった頃には、いやつまりね、もう買ってやっても意味ねえって話になるわけだから、ね、みんなでその先に掘り尽くしちゃおうって、金を掘り尽くしちゃおうみたいな話わけ、ね、その掘る道具持ってんだからって、掘る道具をねわざわざ買ってやる人よりも有利なわけじゃん。 もともと道具を持ってんだからさ。だからもともと持ってるんだったらそれでやれば、それでね、もともと持ってる人、スコップ持ってる人が掘ってね、利益出ないんだったら、まあ、掘るのに電気代かかるんだけどね、電気代ももっと取れないようになるんだったら、それはだってスコップ買ってまでさやる人当然儲け出ないじゃんっていうことで、 GPU の値段が落ち着くってことなんだよ。だからみんなで早いうちにやっちゃおうぜっていうね、掘っちゃおうぜっていういう話なんですよっていうことにもかかわらず、なんかそれをねちょっと本当に理解せずに、なんかねいろんなコメントされて正直へこみますわ、本当ね。なんだかよくわかんないので、ちょっと待って。ぶつけてない。えらいよ。よいしょ。やっぱ楽しいな、マニュアルで。いろいろ走ると、全部の音すごくないか、本当に乗ってるみたいじゃないこれ。こっから下はグリーンバックでこうね重ねてるんだよね。こっから上はディスプレイで、この横のねこいつね、こいつ、あちょっと待って、横見せてた、横の後ろにも横のね絵が貼り付いてる。ここもグリーンバックということで、ルール一周してきたわ。
楽しい。でね、まあ、動画の趣旨をちゃんとこう、まあ、理解してもらえない人は一定数いるのは分かってるけど、そういう意味でね、金儲けの話かみたいなさ、そういう目でこう見ないでもらいたいなっていうね、まあ、どうせもうなんかみたいなさ、いろいろ考えてやってっからさ、本当になんかその意図がこう違った形で取られるとちょっと本当ね残念だなっていう気持ちにね、ダメだ、ちょっと待って、ブレーキロックした、難しい ABS ないの。はい、ということでやってきましたけどね、いやーまあほんとねちょっとしょんぼりしましたっていうことなんで、まあまあ大丈夫です、これにもめげず頑張るんで、みんなねあったかい目で見守ってくださいっていうことで、いいなこれ、やっぱりなんかすげえ乗ってるみたいな感じする。はい、ということで、ミルは楽しい、ポルシェは楽しいってことで、またね、これやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。